もうハマって中毒になってるぐらい、もうすっごい面白いんですけど。はい、どうも七瀬ありさです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は海外ドラマをなんと字幕ありで見る方法についてお話ししようと思います。もし字幕なしで見る方法というのをね、動画にしたんですけれども、ゴールはね、皆さん字幕なしでドラマとか海外の映画見たいと思うんですが、英語を勉強していく中で最近私は逆に字幕ありで海外ドラマを見てるんですね。で、結構それが英語の勉強になってて、字幕ありで見るときにどういうことを意識して見てるかについて今日はお話しできればと思います。海外ドラマデビューの人たちにおすすめなのは字幕なしで見る方法、見る方です。まず字幕なしで見てて、もう4割分かればいい方ぐらいのレベルだったんですけど、そのレベルの時に字幕ありで見ちゃうと、どうしてもね、字幕目で追っちゃって、せっかく英語で聞いてるのに意味がなくなっちゃうんですよ。だからこそ海外ドラマデビューの人たちは字幕なしで頑張ってね、見てもらった方がいいんじゃないかなと思います。で、逆に私もう海外ドラマ毎日ほぼ見続けて、もう何年歴みたいな感じなんですけど、Amazon プライムの会員に入って、あれ字幕ありで海外ドラマが見放題なんですよ。いろんなのがね、字幕ありでね見ることによっていろんなメリットがあったので、今日はそれをシェアしようと思います。まず字幕なしで見ていた時、昔の私は結構難しい内容のドラマってわけが分かんなくて、面白さが分かんなかったんですよ。例えば法律ものとか刑事もの、医療もの、それらの海外ドラマはもう専門用語がたくさんあって、話が分かんないから見れなかったんです。だからドラマデビューしたての頃はコメディとかファミリーものとか学園ものとか、そういう系の海外ドラマを字幕なしで見てました。で、今このレベルになった時に一応リスニング力は割とついてるので、まあ8割ぐらい何言ってるかわかるんですよ。海外ドラマをね、改めて字幕ありで最近見始めて、すごくいいなと思ったのが、耳で聞いて、あ、日本語で公訳されてるんだ、うん、なるほどっていう時もあるんですけど、もっといいのが、こういうちょっとなんていうの、うろ覚えの単語とかがすごくいっぱいある段階なんですね今。刑事ものとかめちゃくちゃ好きで、あのクリミナルマインド今めちゃくちゃハマってて見てるんですけど、クリミナルマインドとかメンタリストとか、あとスキャンダルとか、あの辺ね、字幕なしで昔トライした時に断念したんだけど、字幕ありで改めて今見てるんですね。で、そうなった時にいろんな専門用語とかあって、なんとなくこう見たことあるような聞いたことあるような単語なんだけど、何だったっけっていうレベルの単語がすごい出てくるんですよね。で、それを耳で拾うことはできるんですよ。なので耳で拾って日本語ですぐこう訳が出てるので、なんて言うんだろう、もう即興でリスニングって確認できて、単語も覚えれてみたいな感じに今なってて、あ、めちゃくちゃいいじゃんと思って。逆にあの今私にとって字幕ありで見た方が私はいろいろ勉強になるなっていうのを感じたので、今日ちょっとそれをね動画にしたんですけど、なので皆さんもすごくその方法おすすめ。特に海外ドラマ大好きで結構見てる人とか、聞き取りはだいぶできるよっていう人、8割ぐらい聞き取れるよっていう人、単語力はなくてもいいんです。なんて言ってるか分かれば日本語で意味が書いてあるんで、あ、この単語はこういうんだっていうのが分かるんですよ。で、しかもこれね、実はトエックのリスニング問題に役に立つんじゃないかなって私思ってて、リスニング先読みが大事って言われてるんですよ。で、問題文がこう流れている間にあの質問を読んで、でマークシートでこうマークしていかないと時間が足りなくなっちゃうんで、もう聞きながら読みながら答えるっていう作業をね、トイックのリスニングではやっていかなきゃいけないんですけれども、すごくそれに近い感覚を感じて、要は耳で聞きながら目で意味を確認する、要は英語で聞くんだけどそれを日本語に変換して読んでるっていうところで、こう2つの技能を同時に使ってるんですよ。で、そこでね、あんまりまだ海外ドラマとかリスニング慣れてない人がこれをやっちゃうと多分字幕に頼っちゃうから良くないんですけど、もうリスニングだいたいちょっとレベルあるかなみたいな感じの人にはぜひね、あの難しい海外ドラマをおすすめします。医療系とか法律系とかね、今言ったような海外ドラマめっちゃ面白いから、もうハマって中毒になってるぐらい、もうすっごい面白いんですけど、まあ、それをね
こうあえて字幕ありで英語聞いて英語を聞いて日本語でその場で意味を確認する、ね、とにかくもう一石何鳥かっていうぐらいすごいいろんなメリットを感じてたので、中級レベルの人とか海外ドラマ慣れてきたよっていう人、まあ、リスニングはあるんだけどちょっと語彙力がみたいな私みたいなタイプの人にはおすすめです。でもう楽しみながらこう英語を学んでいくのが大事だから、ぜひこの方法を皆さん試してみてください。では See you。 無料のアプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くのでぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。 10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。